クマがなぜ武器を使わないか知ってるって。戦うときにうまく持てないとクマっちゃうからさって。これやばいだろう。なかなか面白い。なかなかね。あ、でも受けてる。あ、喜んでる。喜んでる、後ろは。今、愛情何パー？今ね、75。あ、結構来たね。うん、これは、ね、早いな。リアルでも言ったら喜んでくれるかもよ。いやリアルだとちょっとね、さすがに臭いかもしれない。うん、このバラよりもあなたの笑顔は 100% になるかもしれない。え、あ、じゃあちょっと一回そこでやめてもらっていいですかね、うん、ちょっとあのいろいろお忙しいところはわかるんですけど、うん、あのこっちはこっちでね、そうそう、うん、村運営的にもね今大変な状況でして、うん、今こんなことをしてる場合じゃないんだもんね。そう、あの私たち税金払わなくちゃいけないんですよ、うん、そうだよね、うん、もうね右上にずっとこう主張してくる文字があるからね。そう、行為だなんだより先にお金の問題解決しちゃいましょう。金は命より重いから。そうだおじいちゃん、この世界、はい、もうね、うん、おじいちゃんの吐息なのよ。それは思う。じじい吐息が聞こえてくるわけだけども、この世界お金が全てなんですよ。はいはい。でお金をね、まあ最初のうちは私たちが稼がないといけないわけだけれども、うん、お金を稼ぐのに序盤結構いいのがね、この石、そこら辺に落ちてる石、石ね、石と、うん、あと小枝を合わせた石ナイフ、石ナイフ、うん、これ手でこねこね作れるじゃん。作れる。これがね序盤のお金稼ぎにはねなかなか良かったんだよ過去。うん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 。結構俺あの作業効率とかそこら辺も含めて吟味した結果、石ナイフがね結構いい。簡単に作れる割に多少お金が手に入るから。まあ確かに早いもんね。早い。だからあれか。あ、いた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 い。そう言い方もちょっとね、あのオブラートな感じで、ね、フェロモンがね、フェロモン多分出てると思う。うん、出てると思う。普通に説明してただけだったんだけどな。で急に後ろからどつかれたもんね、本当に。税金や。二つあるかな。これとりあえずこのびっくりマークに話しかけてみようかな。あ、いや、ちょっととりあえず税金払っちゃう。あ、子供ちゃん。ともちゃんや。ハローレイディー。ハロー。かわいいね。目にクマができてるね。ご機嫌いかが？僕は平気。パパがあんなに忙しく働かなくてもいいならよかったのに。ミスりまくりすぎだろ。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。じゃあ税金払っちゃいます。この世界では初だな。納税だよ。もう市民の義務だからな。なんか。あれ？クエスト受けてんの？待って、クエストになっちゃった。あれ？なんか俺に反映されてたよ。そんなにいっぱいクエスト。なんかストーリークエスト勝手に受けたんだけど。ちょっと待って、話してたら勝手にクエストになったんだけど。ストーリークエストなの？待ちなさいって。先走んなって。対象のない子だね。ローディしてるお姉さんに話しかけただけなんだけどな。びっくりマークはたやすく話しかけない方がいい。あれだね。とりあえず税金払っちゃいますよ。はーい。まったく。よし。あれ、なんか俺の方音楽が鳴らなくなってるな。税金これでまあ完了。これでまあ春やらなくちゃいけないことは最低限完了したって感じかな。これ見る？てか、この警戒を解く流れをいい加減進めたいんだけどさ、これマジでわからないんだよね。
これあれしたいよね。うん、とりあえず石製用皮紙バサミ見とくか。いやめっちゃ遠いよマップ。なんてクエストを受注したんだ。なんかね、話しかけたら選択肢いっぱいあったんだけど、なんか会話してたらクエスト受注になっちゃったよね。初めて会った時から心をつかまれたわ。今になってこんにちはも言ってないことに気づいて恥ずかしいわ。ずっと言いたかったんだけど、やり直さない、やり直さない、違う、これから始めようだよね僕たちはね。そうだわ、結婚しましょう。で、君のおかげで世界一幸せな男になれた。ええ、ちょっと待って、なんか始まった、ボンクさん、なんか始まった。いや、俺には呆然自失と立ち尽くしてる君しか見えないけど。やばい。え、なんかハッピーなことが起きてるんですか、そっちは。いや、俺の戦国ダイナスティ完結したかもしれない。いや、戦国じゃないしな。動揺してるね。メディバルダイナスティが完結したかもしれない。え、あ、ごめん、待って、結婚したの、結婚したの、ウィスラワと。あれ、え、ちょっと待って、これどうなったの。え、で、結局あなたは結婚したの。いや、結婚したかもしれない。分かってね。うん、なんか俺の知り合いにもそういう人いた。なんか結婚したのか自覚がない人いたわ。あー、なるほどね。そう、なんかね、実感がこう何を得ることによってね、結婚したってなる実感がね、ちょっとわかんないかもしれない。あの、自分の家を見てみなさい。自分の家の管理画面を見てみなさい。それで多分わかるんじゃないか。え、ウィスラーが、あれだ、あの、うちに来てる。そう、あなたはじゃあウィスラーを幸せにするためにいろいろやっときなさいよ。その間に私、孤独な女はメインクエ進めてくるわ。え、じゃあちょっと今、ウィスラーのためにとりあえずオケを作ってあげよう。ね、ご機嫌取りしとかないとだんだん愛情が下がっていなくなっちゃう、うん、あ、なるほどね。で、ご機嫌取りはアイテムをあげなくちゃいけないんだけど、アイテムはお金で買う必要があるから、ふん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 、結構お金かかるよ。あ、じゃあ結構奥さんお金かかるよ。なるほど、じゃあ、あれだね、モグさんイベント、俺お金みたいな感じだね。あ、というかね、あの、水とか入れる場所を作った方がいいと思うんだよな。お金も、まあまあ、お金もそうなんだけど、うん、そうだ、そもそも農業やってないから、食料庫まだ作れないんだ。あ、農業ね、じゃあ、農業か。そうだね、段取り的にいろいろやるべきことがあるんだけど、じゃあさ、あの、まあ、ちょっと遠回りになるけどさ、私がメインクエ行ってる間にさ、うん、農業ちょっと試行錯誤してやってみてよ。後で私がまた戻って手伝いに来るからさ、じゃあちょっと任せて、今畑作るわ。はい、頑張って。 OK。 で、その農業をしていくと、うん、技術っていう欄の農業技術のポイントが高まっていくのね。で、そのポイントが高まっていけば食料貯蔵庫とか、まあ納屋とか、まあいろいろ作れるようになるわけですよ。あの、その作業をするとスキルポイントと同時に技術ポイントっていうのも一緒に入るんだよね。ここら辺も高めていくのは必要なこと。おー、見えてきた、スカウキの街。これの方はストーリーが進みそうだよ。本当に、そうだね、石製用皮紙バサミ、話しかける、ブロニスロー、ブロニスローってやつに話しかけるらしい。あー、これもまたいい街、いい街だ、すげーいい感じじゃん。なんか川沿いのね、いや、いいね。俺、川があるのは、うん、いいよ、すごい。一
一日中散歩できるもん、マジで。うん。金が鳴ってる。とりあえずクエの方行っちゃおうかな。どんな話だったかも覚えてないわけでしょ。ね、そうだね、なんかね、じゃんけんをするために、うん、石と羊皮紙と大バサミが必要。ハサミが必要みたいな。書いてあったね。と書いてあったから、ってことは、あと2ついるのかなみたいな。ハサミとあと2つみたいな。こんにちは、お元気ですか？私は元気ですよ。独り身ですけどね。トミラに渡す特別な石を集めに来ました。あ、そういう話なの？ぼったくりの岩を手に入れたけど。これはなんだ？いけ、これまたピアストビアに戻るのか？しょうがない、戻ろう。おはよう、ギスラは。いいっすね。いいっすね、そっちは。いや、なんかちょうどね、なんか家作った時にダブルベッドがあるんだよね。ダブルベッドがある。そう。あ、セックスしたってこと？ダブルベッドがあるからさ。スルーされた。え、セックスしたってこと？違う、いや、セックスはしてないよ。そういうのないから。え、全然多分セックスぐらいだったら YouTube 許してくれるよ。うん、いや、俺とビスラはそういうあれじゃないから、ちゃんと。あ、もっとプラトニックな関係だってこと。そう。しっかりしたね。まあいい、まあいいっすわ、まあいいっすわ。私はクエスト進めますわ。で、掲示板をチェックするらしい。はい。で、私は今、うん、頑張って農業してるから。こっちも農業してる？うん。メモを読む。ぼったくりの岩を何に使うかよくわからないんだよな。掲示板で1枚目を剥がす、2枚目を剥がす、3枚目を剥がすってなったけど、私ちゃんと読んでなかったな。じゃあ、3枚目を剥がす。この掲示板が、掲示板の書いた主にぼったくりの岩を渡すことが正解ルートなのか。え、今取った紙が正解ルートなのか分かんないな。また遠くに行かされる。あ、今度オストヤに行かされる。なんか私さまよってるだけだな。大変だな。ひたすらさまよってるぞこれ。オストヤに着きました。ここもいいな、ここもいいな、こういう街、ね。まあ前回も来たもんな、これ。前回、前々回かな。なんか結構湖が近いよね、多分。そう、湖の。そうだね、上に作ってるから、いいね、まあ、漁業が盛んとかなんだろうな。で、この人か。スイーボラ。頼むよ。これで正解になってくれよ。ごめんなさいね。でも私はすごく忙しいの。ハサミは近くにあるはずよ。自分で探してくださる？支払いは済んでるわ。いや、全然わかんないんだけど。わかりました。はい。あたりを調べて大バサミを見つける。ここから大バサミ見つけるってこれ。ここら辺じゃない？大バサミっていうくらいだから。あ、あった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 。やっぱり。これ。あれだ、手袋とか帽子とか買った場所だね。に、あったわ。これだ、古いハサミ。おし。これで、これでトミラに届けるものを揃ったわ。ここら辺だな、トミラ。あと100メートル以内。防壁の外なんだね。こっちだな。トミラさん、トミラさん。あなたじゃない。あれかな？農作業してる。トミラさん、持ってきたよ。これであなたはじゃんけんをすると。じゃんけんのために私ここまで苦労した。はい、ね。全部揃った？もちろん、いつも届けています。どういう返答だ？これからは友達と SPS することもできるわよ。誰が何をやるかで困った時にぴったり、掛け事にも使える。あ、これお互いじゃんけんモーションが取れる。また後で挑戦します。ありがとうございます。あ、終わった。終わったけど、なんか今アンロックされたって出たな。
あー出た出た、エモートでグーチョキパーが出たな。これでお互いじゃんけんができるようになったことか。お、そうだね、やっぱ報酬でこういうのがもらえるわけだ。じゃんけんが始まるのかな。あ、そういうのやるエンディングそれで固めるエンディングじゃんけんする。あ、え、あ、どうしたの。あ、どうしたの。これ今日のサムネだわこれ腹立つな。手が近い、ちゃんとこう手が近い、そっぽ向いてないから、うん、何やってんだ俺は。で、畑は、畑がね、こっち畑、あー、それか、ここ、はいはいはい、うん、これが畑か。そう、ここが畑。あ、でね、そうだ、畑を耕すのの、耕すことの一番の最初の障壁がね、肥料なんだよね、うん、そう、あの肥料をあげて耕して種まいて初めて畑として機能するって感じ。なるほどな。じゃああれか、肥料も買いに行かなきゃいけないのか肥料が高いんだ、これが高いの最初だから。どうしようかな、一緒に買いに行くか。あの、じゃまた、しかも重量もなかなか重いから2人で分けて持って帰った方が、うん、ある程度軽くしてた。そうだね。必要なのが種とあと肥料。Oh, it's you again. 種と肥料ね。はい、あー聞こえるよ。Want to see my wares? とりあえず石ナイフ。で、私の所持金が今438。ここじゃないな。ここでは売ってない。あ、How do you do? Best goose in the world. あ、いたいたいた。ここだ。いた？やっと見つけた。で、もう秋になっちゃうから、秋に植えられるものがいいと思うんだよな。あ、季節もあるんだね。あるある。今植えられそうなのが人参ぐらいだから、これをまあ秋に入れ植えて収穫するって感じかな。これを15個人参の種買って、これで100コイン。で、私残り所持金が80コインでしょ？で、これだけじゃダメで、さらに、堆肥。堆肥がないと、作物育てられないから、堆肥も19個買います。村人、村人。ちょっと一人はスカウトして帰りたいよね。うん、そうだね、ここまで。工房とかもあるから、そこでも作業できるし。彼らかな。じゃあ今回は男にするか。そうだね、男、男。じゃあね、誰がいいかな。あ、いい感じの渋めのおじさんいるわ。マロウジ。あ、20歳だった。渋めだったけど20歳だったえ、じゃああなたをスカウト加わってくれますか。住む人を探してないか尋ねようと思っていたところだ。素晴らしい。よし、これで一人来たけど、配偶者、これ女性の私が結婚したら子供どうなるんだろうな。仕事はね、うーん、工房か井戸。井戸に割り当てとけば水勝手に生産してくれるようになるから、井戸に割り当てとくね、とりあえず。あ、そっちの方がいいかもね、確かに。ただ桶が必要になるから桶は作ってあげる必要がある感じかな。これで桶入り水を作ってあげるように設定して、じゃあ寝てワープしますか。ワープしますか。生きているということは常に死んでいくことである。なんかこのマロージ結構もう二十歳にして達観しちゃってるな見た目も考え方も。悟りを開いてるのか。悟り開いてる。てか、なんか井戸の作り以前と変わってる。
あ、すげえ。すげえ、そんな、なんか回転させるものついてなかった、ちゃんと働いてるね。うん。じゃあ彼らも働いてるから、私たちも最後に畑耕しときますか。耕そう。よーし、これでやっと村っぽくなったな。ね、このね、だんだん発達していく感じがね、いいのよ。この感じがいいのよ。袋をスロットに装備して、あ、で袋を持つわけさ。で、手指の選択持った、そしたら右くりで、まあ多分ね、対比にもうすでになってるんじゃないかな。え、これか。対比にしたら、それで、そう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 、そうやって巻いてやる。あ、はいはい、第一段階が肥料を巻く。よし、持ってる分は巻き終わった。あ、足らなかったね。そう、最初はね、まあまあ、肥料が結構ネックなんだよ。ここら辺はね、家畜がね、肥料を生産してくれるから、それまではちょっと大変かな、これ。で、第2段階はクワで耕す。クワで耕す。そう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 。ああ、お父さんになる男が働いてますね。もう働く、ちゃんと。壊れてっけどね。あ、ちょっとクワ長いやつだ。ちょっと待って。ちょっと待って。耕したら、そう、次が畑の欄で、種があるはずよ。人参の種。あれ？あ、ごめん。人参、冬だった。